ございます。今日はファイアカントリークラブにやりました。前半はコースマネージメントだったり、はい、まあ、打ち方だったり、はい、ちょっと聞きたいことがたくさんあるので、はい、それをお願いします。今日もよろしくお願いします。最近レディエティ回ってるからちょっとね、辛い。久々の白ですか。お願いします。お願いします。お願いします。仕事やりたいって思ったらいきなり入った早々に早々に。コウさん力強くなってる気がする。本当に前あったかくなったからかな触れるようになってきました本当に。よろしくお願いします。よいしょ。全然超えていくよ。左のバンカー超えた超えた超えた。超えたフェアウェイバンカーが超えてった。フェアウェイバンカーの気をつけるポイントって何ですか？そうですね、もう基本的にはやっぱりダフらない。ダフらないそれが一番ですね。でそのためになんか私はちょっとこう最初からこう少し左体重にして。左体重、はい、なるほどね。やってますね。ただちょっとここすぐそこに、すぐそこに、はい、顎があります。意外に近くにあるんで、ユーティーはどうなのかな。微妙。ちょっと気になります。なんか綺麗に入ったら多分全然平気なんですけど、ちょっと薄く入ると出玉がやっぱちょっと低めに出ちゃうんで、ちょっと当たるかもしれないですけど。アイアンの方がいい。アイアンの方がいい。手前でもいいからアイアン。そうですね。なんかいいですか？マネージメント。マネージメント。マネージメントの話になってくるんですけど、今こうピン方向に狙ってもバンカーがあるじゃないですか。でバンカーがあるんで、キャリーで越える番手だったら別に、まあ、狙ってってもいいんですけど、ビューティーでこの状況ってキャリーでバンカーを越えてっても転がって出ちゃう可能性が高いんで、それだったらもう、まあ、最初からもう右狙って、ね、うまいこと転がって、はい、もしユーティーだったら転がって乗るぐらいにしたらいいし、アイアンだったらもうちょっとこう花道狙いで、はい、どっちにしてもまあ右狙いっていう方が、はい、いいと思います。じゃあ右狙いでアイアンでいきます。うん、まあ、大水にはつながらず3打目勝負だ。おー、うまい。ナイスです。したらいいかな。そうですね、カート道ら辺ですかね。了解。カート道ギリギリで、いい。全然カート道より真ん中でいやいやいや、もうナイスです。よかった。でもやっぱりこう身の丈に合ったね、狙い方をするのがマネージメントで大事かなと。美穂さんは飛びますんで、ね、白の方からドローで。さすがに方向行っちゃダメだよ、ね、はい、狭いし、そのすぐ手前に池があるんで。
こっちの安全な方でグリーン、はい、広めに、はい、ある方で隙間があるんで、ちょっとこう転がして転がしてというか低めに打って、まああわよくま近くに行ったらいいな、あわよくま乗ったらラッキーだなくらいな感じで。了解です。打ってみます。ピン手前ぐらいに行きました。ピンが割と手前にあるんで結構難しいところです。少し上げていきたいと。みほさん、今、はい、いい話をしてたんですけど、まあこう、みほさんでもこう、はい、まあ、ミスがある時あるじゃないですか。そうですね。で、その今も、まあ、ティーショットちょっと曲げちゃったのと、林に入れちゃって、あと、3打目か。そうですね、3打目のアプローチ。3打目のアプローチの時に、次のあのアプローチ時はもう入れたい気持ちはもちろんあるじゃないですか。あのパー取りたいっていう気持ちはもちろんあるわけなんですけど、はいはい、まあ、そこはこう抑えて抑えて、まずもうティーショットがあれだけ林に入っちゃったらもうそれがすごい大ミスではあるんで、無理にパーを取りに行かない行かないのはすごい大事です。わかる。そういう時にラフリとトップがさ入れたい気持ちがあって出ちゃうから、なるほどなと思って。そうですね、あれが大事ですね。ありがとうございます。ナイスショー、ありがとうございます。いいね。ドローだとホッとしますね。ホッとする。で、やっぱなんかこう、いつもドローだからフェードが出ると持ち玉が出ない。そうですね、逆玉が出てるんで、何かがおかしい。その時はさ、はい、やっぱ直していくの少しずつ。そうですね、なんかちょっと自分の中で調整していくって。無理にドローをすごくこう極端になく、例えばなんかクローズスタンスにして打っていくとかはしないですけど、まあちょっとこうタイミングを自分でこれグリップ変えたりとかもしない。なんか変になってる時はやっぱりあるんで、自分で意識してなくても、その時はなんかこうニュートラルな状況に戻すっていうか、いつもとちょっと変わってるからちょっと戻してみるみたいな感じですかね。そのいつもの状態から極端に変えるっていうのはもうあんまりない。それはやっぱ良くない。結構やっぱ極端に変えがちに、うん、ナイスショー。でもなんかバンカーあるんで、左上で広い時こそなんか油断しちゃいけない気がしてて。それはでもそうですね、ちゃんとこう狙い目はなんか、そうだよね、決めといた方がいい。広い時ってさ、どこでもいいやさんで打っちゃうじゃん。なんとなくはやっぱ良くないよね。左のバンカー狙いがいい。上行く？これもさっきと同じ状況で、うんうん、あれをもうちゃんとキャリーで越えるなら、いや、わかんない。そしたらもう右狙い、ね、右狙い、はい、まあ、一応グリーンは狙って、はい、あ、ちょっと待って、中途半端な右、ちょっと逆球。でも越えるんじゃないですか。逆球出ました、うん、いいとこ、結果いいとこ、結果いいとこ、はい、エッジぐらいにあるよ。うん、ナイス。距離バッチリじゃない？ちょっと大きい？アゲンスト分でちょっと手前だ。手前？こうい
ういう時のアプローチ本当やだ。なんかパターでもありかなって思います。いやちょっとなんかこれ大事な選択。これあの土手がちょっとこうモコモコってなってる。これここ結構傾斜があるんで、多分ウェッジとかだとその跳ね方次第でちょっとあんまり転がんなかったり、ね、手前にもあるし奥もある。そうですよ、奥さらになんか登って下りなんでパターの方。いやいい選択肢を与えてくれた。潔くパターを持ってない。あーちょっと行っちゃうけど、いやおナイスタッチです。いい完璧いい